ソロラ県ソロラ県は、グアテマラ西部高原の県。周囲を、北から時計回りに、トトニカパン県、キチェ県、チマルテナンゴ県、スチテペケス県、ケツアルテナンゴ県に囲まれる内陸の県である。県とは、同名の町ソロラ。グアテマラ西部に広がるアルティプラーノと呼ばれる、高原地帯。この中央に位置する、ソロラ県は、コーヒー豆をはじめとする。 豊かな農業生産と現在でも色濃く残るインディヘナ文化、風光明媚な高原の風景が国外でもよく知られる地方である。中でも県の東部を占めるアティトランコは1984年デシラレル・オーウェルが世界一の美しさと評したほどの美観を誇り、周辺の村々で生産される様々な民芸品と相まってソロラ県を国内有数の観光地から占めている。 しかし一方で、大地主と古作人、白人系のラディーノと先住民のインディヘナの間に横たわる様々な格差問題、今なお癒されることのない虐殺の記憶に代表される政治的不安、悪化する治安などが、県のみならず国内全体の問題として影を投げかけていると言えよう。また2005年に発生したハリケーンスタンでは、 集落自体が消滅するなど甚大な被害を受け、早期の再建が期待される。ソロラ県の下には、以下の19の基礎自治体がある。スペイン人の到来以前、現在のソロラ県近辺にあたる高原地帯では、マヤとチチメカ領文明の影響を受けたキチェ、カクチケル、スプヒルの三民族が分立して、国を立て争っていた。しかし15世紀中期に、キチェと、 カクチケルが統合すると、キチェのキカブ王の命で、カクチケルは、首都チアバル、現在の父チチカステナンゴを放棄し、イシムチェへ指示属ことを余儀なくされ、後に、カクチケルはこのイシムチェを拠点として、キチェと清算な戦争を行っていくことになる。一方、ストゥヒルは、両国と同盟を組み替えつつ、戦争を続け、その存続を図ることとなった。 ペドロでアルバラードによるグアテマラ征服に大きく関与したのがこのカクチュケルである。カクチュケルはアルティプラーノにおける覇権を確立すべくエルナンコルテスがトノチティトランを落とした直後にはいち早くスペインへの協力を約束している。そうして1524年の4月にキチェの首都ウタトランを陥落させるとアルバラードは石むちへ迎えられ、 当時最盛期を迎えていたツトヒルとの戦争への助力を求められた。そうして、カクチケルの協力のもとアルバラードは、同月22は、ツトヒルの首都、ツイキナハを攻撃、占領し、アルティプラーノを支配下に置いたがカクチケルは、ダ民族と同様敷いたげられることになる。そこで、カクチケルは、スペインに反旗を翻し、後には、キチェとも共闘し、 抵抗を続けたが、1530年には地圧され、ここに、スペインによる支配が確立した。ところでカクチケルの支配層は4つの部族で、構成されていたが、そのうち、第二の勢力を有していたシャヒルは、現在のソロラから出た部族で、イシムチェから6キロメートル離れた、テクパン近郊のゾロハとイマチオととしていた。ソロラの名は、ニワトコの木の水を意味する、このゾロハから来ている。 また、スペインによる植民地化の後、キテゴで書かれたポポルブフと並び最も重要なマヤ語文に数えられる、ソロラの覚書が、シャヒルの一員だったフランシスコ・エルナンデス・アラーナと、フランシスコ・ディアスの二人によって、カクチケル旧王族の特権維持を主張する、裁判資料して1573年から1610年にかけて執筆されている。 スペインの支配はエンコミエンダ制から始まった。この制度は入植者に先住民を割り当てて労働力化するとともに、キリスト教への改修を図るものであったが、アルバラードは自身の利益のためにテクパン・アティトラン、現在のソロラやサンティアゴ・アティトランの植民地化を見送った。そして1540年の直例でインディオ居留地の設置が決められるとともに1547年には、 ソロラとサンティアゴ・アティトランが建設され、フランシスコ会やドミニコ会の修道会により、居留地のインディの改修が図られていくことになる。しかし多く居住する、教家、支配対象としてのインディヘナに対し、修道士の数が絶対的に不足しており、そこで現在まで続く、五助組織として、コフラディアが生みされることとなった。当時のソロラ県はソロラ、または、アティトランと呼ばれ、 あとに、ソロラと解消する、テクパン・アティトランを中心としていたもののその領域は、全時拡大し、最終的にソロラの領域は、チチカステナンゴからテコハテまで、チマルテナンゴからナワラーまでと規定された。これは、現在の3倍ほどの面積にあたる。そしてグアテマラ共和国独立後の1825年11月4日、ソロラ県は、政権議会で設置が定められるが、 その後は1872年のキチェ県のソロラ、トトニカパン両県の分離設置などを経て縮小し、現在に至っている。なお1838年、40年、48年のロスアルトス独立の際には、ロスアルトスに加わったが、いずれも後にグアテマラへ復帰している。ソロラ県は、山がちな地形が大半を占め、東半には、 アティトラン湖を中心に据える巨大なカルデラが存在する。しかしアティトラン湖に流入する河川は、パナハチル川などごく少数で、県西部を水源に持つナワラテ川や北東端から流れるマードレビエハ川など、河川の多くは太平洋方面へ流れエスクイントラ県やスチテペケス県などへ通じている。ただアティトラン湖からの流出河川は存在せず、水質汚染が危惧されている。 アティトラン湖は面積1 2 6トル、幅は最大1 8トル、水深は3 5 0ル以上と非常に大きな湖で北から流れる3本の河川が南の外林山に阻まれて形成されたカルデラ湖である。湖の周囲を取り囲むアティトラン山やトリマン山、サンペドロ山といった外林山と足やンの集まる湖の織り成す風景の美しさは 観光地として、国内外を問わず多くの旅行者を集めている。ちなみに、県の東半分を中心とする一帯は、アティトランコ盆地自然保護区、面積62.5ヘクタールに指定されて、一定の開発は制限され、また外林山の一部を構成する、アティトラン山、トリマン山、サンペドロ山といった火山も個別に、自然保護区として、国家自然保護区審議会、 コナップの管轄下に置かれている。またこの湖固有の現象として、カクチュケル語で罪悪を集めるものを意味する昼頃に吹く、ハエのショコミルがある。これが、高原の冷たい空気に触れると、つむじ風が発生し、時には小舟すらも沈めてしまう。ソロラ県は、北緯15度前後と比較的低緯度に位置するものの、標高が、外して高いため、年の降水量は、 年間2 8 9 5 9トルと豊かである一方で亜熱帯気候に分類され、ホールドリッチの類型に従えば、段亜熱帯湿潤森林、亜熱帯株産地湿森林、亜熱帯株産地湿潤森林、亜熱帯産地湿潤森林と4種類もの生態ゾーンが県内に存在する。そのために、県内では様々な植物の生育に適しているとされる。 県住民は、キチェ、カクチケル、ツトゥヒルのマヤ系インディヘナが多数を占めており、言語もスペイン語のほか、これらの民族固有の言語である、キチェ語、カクチケル語、ツトゥヒル語が広く用いられるほか、ウィピルと呼ばれる民族衣装も今なお頻繁に着用される。ソロラ県には、各集落に教会があり、住民もカトリックの信徒となっている。しかし一方で、 マヤの神々や山の種、先祖の霊を崇拝する植民地以前の伝統的信仰も続けられ、これらを統括するマヤ司祭も存在し、祭りの際には、教会で儀式を取り行う、ある種の根功的信仰の様相を呈している。こういった県の宗教的状況を、サンティアゴ・アティトランを中心に広く、行われマシモン信仰がよく表している。マシモン、あるいはサンシモンとも呼称される。 この心臓は、マヤの主神マムを表現しているとされる一方で、聖イやコブなどの他の守護聖人と同様に口述するコフラヤが組織され、ソロラ県内のインディヘナに限らず広く、信仰対象として祭礼が取り行われるのである。このような信仰形態を支える宗教的語助会のコフラリアは、本来的には、労働面と観光総裁の際の語助について、 協定に基づき行われてきたものだったが、現在では守護聖人やマヤの神々についてコフラディアが組織され、それらの祭りと婚礼を核に制度化され、奉仕活動を行うようになっている。ソロラ県の監修で最も重要な役割を果たしているのが祭りである。祭りは集落ごとに異なる守護聖人や復活祭について行われ、例えばソロラでは八月十五日周辺に聖母。 マリアのサンティアゴ・アティトランでは7月22日周辺に聖イヤコブの祭りがそれぞれ祝われる。町ではコフラディアを中心に大規模なパレードが催され、住民は酒を飲み村ごとの舞踊に興じる。ソロラ県では地形や気候、土壌などの条件が多岐にわたり、開発、建設業といった産業からは遠ざかっている。しかし農業や牧畜業が行われるほか、 県内には人間の関与の多少はあるが様々な缶が生育する森林があり生態系や環境に触れることができるとして国内外を問わず滞在者を集めている。県の土地開発の積極的、消極的側面が共に経済的に一定の役割を果たしていると言えるだろう。村周辺の産地ではコーヒーを中心にトウモロコシ、砂糖キビ、フリホル豆、小麦、大麦、 ジャガイモ、野菜などが栽培される他牛や馬、羊の飼育も行われ、養毛生産量は国内最大級である。また、ソロラ県では他の文化と同様に伝統的な工芸品もよく伝わっており、織物や木工品、比較製品などが現地住民のみならず観光客にも人気がある。また、ナワラでは、ワ製品や工芸品の他にも、 石臼や家具が作られ、グアテマラの高原地帯で広く使われている。アティトランコは、県内に点在する遺跡と並び国内外を問わず、観光客の多く訪れる、継承地で、特に、パナハチェル、サンティアゴ・アティトラン、サン、ルーカストリマン、サン、アントーニオ・パロポーといった湖岸の町や集落において、観光業の発達が見られる。しかしアティトランコはそれだけなく、社会的、 商業的な側面においても重要な役割を果たしている。水鳥や魚介類、水生植物の供給源であるほか、湖を行き交う船舶は村々の移動によく利用され、また湖特産のパティンという魚はインディヘナラディーの共に食材として好まれる。県の交通、輸送手段は主として道路に寄っている。メキシコ国境からケされルテ郷号を経て、 首都シユダでグアテマラへと向かうセントロアメリカ道1号線 CA-1 が県を東西に貫くほか国道11号線と15号線さらには県道がソロラ県と周辺の県を結んでいる総延長のうち舗装されているのは半分以下の 152km に過ぎず 133km で簡易舗装 99km は農道でしかない楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。